はい、では本日は、リライズショートストーリー、ウィメンパワードインターナショナル共同代表であり、ハーストーリージャパンの代表されていらっしゃる、中尾ゆうきさんに、お越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。それでは、中尾さんのですね、早速ですけれども、今お持ちの夢だったりビジョンを教えていただきたいんですけども、はい。そうですね。すごくやっぱり大きな個人的な、ライフミッションというか目標としては、一人一人が自由に主体性を発揮して生きられる社会づくりに貢献することっていうのがあります。で、自由に主体性を発揮してっていうのは、つまり自分で、自分の道を選んで、なるべくその、いろんな条件とかあるかもしれないけれども、自分が進みたいと思った道を進む、あるいは自分が達成したいと思ったゴールを達成するだけの機会が与えられて、リソースへのアクセスが与えられてっていう、そういう社会に自分は貢献したいなと思っています。で、やっぱりこう自由に生きるってこう一言で言ってしまうんですけれど、やっぱりそれを妨げる要因っていくつもこの今の世界にはあって、私がメインで活動しているジェンダーの課題もそうですし、経済格差だったり、教育にそもそもアクセスがあるかどうかとか、肌の色とか障害とか、あるいはその生まれ落ちた国で戦争や暴力がはびこっているとか、多くの場合は結構個々人の力ではどうしようもないことが、実は自由を阻害して、いることが多くて、ただ結構この世の中、現代はやっぱり実力主義だっていうことが言われていく中で、こういうふうな要因は割と自己責任っていうふうに片付けられちゃうことが多いのかなと思っていて、でも例えばそのいい仕事に就けないこととかいい学校に入れないことが、それで自己責任なんじゃないかって言ってる人ってのは、大体自分たちが成功していて、あるいは自分たちが勝ち組であるっていうことは、その彼らが生きてきた環境がそうさせてくれたっていうことを、あまりこう、知らない、なるほど。なんていうんですかね、言い方変えると、下駄を履かせてもらってることを知らないっていう感じかなと思います。で、やっぱりその今、多くの企業で、とか組織で、ダイバーシティ&インクルージョンとかって結構、バズワードとして取り組まれてると思うんですけど、これは本質的には何かっていうと、この一部の人たちが勝ち組になりやすい環境っていうのが、今まで企業とか組織の中でできてきたんですよね。で、それをやっぱり変更して、誰でも、成功する。だけど、その成功っていうのも、そもそもこの成功の定義というか、何をもって成功とするのかっていうことも問い直すっていうことが、本当はダイバーシティ&インクルージョンの本質なんじゃないかなというふうに持っていて、私は個人のキャリアとしても、それからキャリアの外でやっている、今からこれからお話しするであろう、そのフェミニズムの活動においても、やっぱりそういう、自分ではどうしようもならない障壁っていうのをどういうふうに取り除いて、一人一人が、なんていうんですかね、機会とかリソースとかに平等にアクセスができるようになるかっていうことを考えたいなっていうふうに思っています。なるほど。いやー、そうですね。まだまだなんかこう、社会が、そういう方向に向かってはいるけれども、まだまだ確かにこう、人の意識自体は、なんかそんなに変わってない感じがするので、意識もですし、やっぱりルールとか制度を作ってる人たちが、さっき言ってきた、この世の中の勝ち組の人たちが制度とかルールを作ってるので、やっぱりそうすると、自分と似たような境遇の人が上に上がりやすいような、制度にはなってるっていうことが多分現状かと思います。ああ、そうですね。なるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、そんな夢やビジョンに対して、なんか今、どんな目標だったり計画を持って実現しようとしていってるのかっていうところを教えていただけますか。そうですね。個人的なその、目標というか、個人的な生きる上では、やっぱりこう自分が貢献できるのは女性のエンパワーメントとかフェミニズムの領域なのかなというふうに思っていて、それはその私が特に何かそこにこう、なんだろう、私がそこを個人的に取り組めると思ってるだけで、別に他の課題に比べてジェンダーが重要だって言ってるわけではないんですけど、そこで自分が力を発揮できるのかなというふうに思っていて、
そうですね。なんかこう、やっぱり大事なのって、あらゆる場面、生活のあらゆる場面におけるフェミニスト的な視点の主流化、ちょっとこう言葉は硬いんですけど、フェミニズムの主流化、メインストリーミングっていうものを、まあ、考えています。で、つまり世の中には結構一見ジェンダーに関係なさそうなこと、例えば車のデザインとか、ビルの建築とか、あと災害復興とか、いろいろ課題があると思うんですけど、あと会社での業務オペレーションとか。意外とこういうのって、ジェンダーの、考え方がこう最初にあって、それが反映されているんですよね。例えば結構有名な話だと、車のエアバッグ作ってるのが男性のエンジニアだから、女性と子供が乗ったらエアバッグで死んじゃったとか、iPhone が男性エンジニアが作ってたから女性が持てないとか。なんか本当にそういう細かいことから政策まで、例えば災害、警察に女性が少ないと、その性被害をあった女性のところに、女性の警官を配備するだけのその人数がいないとか。本当にこう、あらゆるところがあるんですけど、やっぱりそのルールを作る、制度を作る、何か施策をするって言ったときに、ジェンダーの視点、っていうものを入れていくっていうの、私はそれは結構目標かなと思っています。だからそれはもう個人的に、その社、あの会社の中でも、まあ今その一見結構ファイナンスとかコンサルティングっていうジェンダー関係なさそうなところに、で働いてはいる中で、いや、これってでもやっぱり考えられるんじゃないかっていうことを、まあ意識して、仕事もしてますし、日々の生活の中でも、こう、政策、テレビで何か政策についてこうやったら、これってジェンダーの視点にちゃんと入ってるんだろうかっていう、こう、批判的な視点で見るとか、いうことを心がけていて。で、それとは別に、その今、ハーストーリージャパンっていう、団体を、と、ウィメンパワードインターナショナルって、まあ、2つの団体やってるんですけど、まあ、メインにハーストーリーのお話だけさせていただくと、ここは、女性の自由なキャリアとか、ライフ構築っていうのをテーマに活動していて、やっぱりそこの目標っていうのは、女性のロールモデルを多様化する、なんですね。で、女性のロールモデルを多様化するっていうのは、やっぱりさっきお話しした、このあらゆる人が主体性を持って生きるってこととすごく密接に、やっぱり結びついていて、やはりこう女性が主体的にキャリアを築いたり、まあ、生きたいように生きるには、まあ、社会からの期待だったりとか、両親からのプレッシャーだったりとか、なんかこう、まあ、家族に対する責務ではなくて、まあ、それをもし引き受けるんだとしたら、それもその女性自身のなんていうんですかね、決断だっていうような、風になるように。まあ、でもあくまでも自分で選んで自分で生きる。で、そのためにはやっぱり、まあ、言ってはいけないんですけど、男性が今まで生きてきたようにこう足元踏み固められてないんですよね。なので、なんかその背中を追えるような女性っていうのをどれだけ多様な背中を追える女性っていうのを今の若い女性たちに紹介できるんだろうっていうことを、まあ、でそれを目標にしてやってます。ああ、でも確かにモデルがいないっていうのはありますよね。そうなると、こう、今までのやり方に従うしかなくなるというか。そうです。常にパイオニアじゃなきゃいけないって結構プレッシャーだと思うんですそうよですね。ね。そうです常ね。にこう道なき道を切り開くのはエネルギーが必要ですし、でも世の中にはきっと目を凝らせば、あるいは耳を澄ませばいるんですけど、やっぱりそのメディアで紹介されたりとか、普段会社にいる女性っていうのはやっぱり数が少ない、サンプル数が少ない分、なかなかね、多様な生き方を見ることって難しいと思うので、まあ、そこに貢献できたらいいかなというふうに思っています。ありがとうございます。じゃあ、そんな、まあ、目標や計画持ちながら活動されているということなんですけれども、まあ、普段の基本活動だったりとか、日頃、中尾さんご自身が心がけていらっしゃることなどについて教えていただけますか？ね、短くハーストーリーでやってる活動を紹介したいんですけど、そのロールモデルを多様化するっていう目標に対して、例えばその
そうですね。多様なキャリアだったり、バックグラウンドを持った女性たちを招いたトークイベントだったりとか、あるいはそういう人たちってこう割と、なんていうんですか、何かを成し遂げた人が多いので、そうじゃなくてこう、そうじゃなくてというか、等身大の、大体同じぐらいの女性たちが匿名でこう、寄稿できるブログ、普段何考えてるのか、今何で悩んでるのかとか、こんなことに不安があるとか、こう、日々働いてて思うことみたいなのを寄稿してもらうブログ、あとは別にロールモデルってあれなんですけど、今生きてる人じゃなくて歴史から学べることっていっぱいあるじゃんって、まあ、ある日思い立って、あと私が歴史がすごい、まあ、学校の、小学校の時から好きだったっていうのもあって、こう歴史上の人物、まあ、主に女性なんですけど、でこう功績を残したような人たち。まあ、悪名を残しててもいいんですけど、悪名を残すけど、まあ、だから歴史の中で女性として悪名を残す結構なやり手じゃないと無理だと思うそうのですで、ね、まあ、確かに。いずれにせよ名を残した人たちのこう人生をこう振り返って、そこから何が学べるのかみたいなことをやってるますね。なので、はい、もしご興味がある方は、ハーストリージャパンでこう検索してもらえたらなと思うんですけど、あとはその個人的な、なんていうんですかね、生き方というか姿勢としては、常にいい積極的なバイスタンダーになろうっていうふうに思ってます。バイスタンダーって日本語で言うと傍観者とか、なんか通行人みたいな意味なんですけど、具体的に何かっていうと、まずフェミニストとして自分がフェミニストであることを、まあ、オープンにすること、それによって周りにいる人が、この人はこういう思想を持ってるってことがまず分かる。それがこうなんていうんですかね、いい方に転ぶか悪い方に転ぶかは別としてなんですけど。で、例えば、誰かがセクハラの発言をしたら、それってハラスメントですよねって言うとか、あとは、もし誰かが、例えば、異性愛を前提にすごい会話を進めてたら、まあ、直接に、この中にはゲイとかレズビアンもいるっていうかは別として、例えば、彼氏とか彼女っていう方をパートナーっていうふうに言い換えるとか、要はその場にいる人の中に、もしその女性だったりマイノリティだったり、そういう人がいるときに、なんだんだ、やっぱりその人たちに自分を弁護したり、自分を守ったり、自分のために立ち上がるそのプレッシャーとか責務を与えるっていうのは違うと思っていて、つまり、で、積極的なバイスタンダーっていうのは、そういうことを当事者に、まあ、させないというか、したい人はしてもいいけど、なかなか、声を上げられない人の、なんていうんですかね、横に立つ人っていう感じですかね、そばに立つ人。別にその人たちを代弁するわけでもなく、その人たちが発言したいことを、ところを止めて自分が発言するでもなく、それだと本末転倒なので、そうではなくて自分の思慮の範囲で、自分の、想像力の範囲の中で、ここで行われている会話とか、ここで行われている、言動っていうのは、誰かを傷つけてないかなっていうことをすごいアクティブに考えて、もしそういう可能性があったら、一言挟める人、一声上げられる人。なんかそういうのが、例えば家庭の会話の中でも、職場の会話の中でも、で、積極的に発言することによって、まあそういう人っていうふうに認知されたらこっちのもんですし、まあなんかそういう人でいようっていうふうに気をつけ、心がけてます。とっても心強いですね。なんか本当に当事者というか、その本人にとっては心強いなんかフォロワーだなってなんか思いますね。じゃあちょっと次の質問なんですけども、中尾さん自身が、その最初におっしゃっていただいた夢ですね。一人一人が主体的に生きられる社会ってことだったんですけど、それをこう思うようになったきっかけは、なんかどんなことがあったんでしょうか。そうですね。なんか、もともとそこまで、まあ、個人、その主体性を持って生きるっていうのは、まずフェミニズムを勉強して、いろいろ突き詰めた結果、最終的にフェミニストたちが要求してるのって、女性が自由に自分の生きる道を選択するっていうことなんじゃないかっていうことに行き着いたので、まあ、もうちょっとその女性っていう枠から広げて、あらゆる人が主体性を持って生きるってところに行き着いたんですけど、まあ、でもそもそもフェミニズムとか女性のエンパワーメントに関心を持ったのって、割と私は多分、
遅くて、っていうか少なくともアクションを取り始めたのは遅くて、大学院に入ってからなんですね。なので、ほんのなんか3年ぐらい前、3年、4年前の話。で、まあ、きっかけとしては、私、大学、国際キリスト教大学というところで、で、その後に行ったアメリカの大学もすごい小さい、なんかこう、リベラルアーツの学校で、なんていうんですかね、私がアクティブに、まあ、その2つの大学のこう共通の、特徴としては、結構やっぱり社会正義とか社会課題に対して、生徒たちが結構こう、なんていうんですかね、まあ、アンテナを張ってるっていう感じですかね。だから、で、なんかこう、私があえて、公に、先ほど言ったのこのバイスタンダーというか、オープンにフェミニストにならなくても、周りが十分なんかなってた。ある意味恵まれた環境だったんですけど、その後、東京大学の大学院に入った時に、全然違うっていうところで、結構そのギャップに割とカルチャーショックを受けて、たとえ、公共政策大学院というところで勉強してたんですけど、当時は、女性の先生が、1名しかいなくて、あとそのジェンダーに関する授業も1つしかなくて、で、学生は割と男女半々なのに、なんでこんなに教職員に差があるのかとか、あとリーディング、その読む教材とか見ても全員ほぼ男性が書いてるものだったりとかして、なんかここの、なんだろう、こういうところへの配慮のなさってなんかなんでなんだろうっていうふうに思って、もしかしたら今はだいぶ変わってるかもしれないっていうか、変わっててほしいんですけど。で、似たようなその課題意識を持ってる女性たちと集まって、まず最初にウィメンパワードを作って、その後に別のメンバーでハーストーリーを作ってっていうのは、結構やっぱりそこの今までは、ジェンダーとか、ジェンダーに限らず、例えば格差とかそういうことに対してアンテナを張るのが当たり前だった環境から、そうじゃない環境に移ったっていう、そこの差が大きかったかなっていうふうに思います。なるほど。私もそこのギャップで疑問を持ったっていうのがあったんですね。そうですね。なるほど。まあ、そこで疑問を持てる人もいれば、ね、まあそうならないというか、そこのポイントにこうヒットしない方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、なぜそこで、そこに、そのね、ジェンダーっていうところに、中尾さん自身がこう、発見できたとか気づくことができた、その背景に何があるのかなと思うんですけど、そのあたりはどうですか？そうですね。まあ、さっきこうお話ししたように、やっぱりいきなり東大に入ってたらもしかしたら気づかなかったかもしれないんですけど、その前にクッションとして、なんていうんですかね、そういうフェミニズムが割と当たり前だった環境にいたっていうのもあるんですけど、そこのか、あの、例えば ICU に入ったことも含めて、結構こういう出会いとか、あとは東大に入ったこともなんですけど、結構やっぱり偶然によるものが多いんですよね。で、その ICU に進学したのは、なんかいい学校そうだなっていうの、キャンパスが綺麗だなって思ったことですし、あとはそのアメリカに留学したことも、なんかこう、ポンとその目の前にそういう機会が現れて面白そうって思ったからだし、東大に行ったのは、もともと当時外務省で働きたいなと思ってたので行ったんですけど、まあ、結局今全然違うキャリアを歩んでますが、で、あとは私の割とその、なんていうんですかね、社会課題とか、貧困とか暴力に対する目を開いてくれたのっていうのは、中東に結構行っていて、で、その中東、まあ、その話はまたもう別の機会の時の話なんですけど、中東に行ったのも、なんか別にその政治とか紛争について学びたかったからじゃなくて、まあ、私自身がクリスチャンで、その聖書の世界に関心があったからなんですよね。意外とやっぱり私の人生とか、ものの見方を大きく変えた経験っていうのは、別にそれを求めてそこに行ったわけではなくて、意外とその偶然に導かれていったっていうことだったと思うんですけど、やっぱりなんか自分の中で大事だなって思うのは、その自分がした経験とか学びにどういうふうなこう意味付けをするかみたいな部分で、やっぱりその、なんていうんですかね、意味付けっていうと、まあ、具体的にはそこで学んだこととか、あとその状況で見たことが、他のシチュエーションとか他の文脈にも当てはまるんじゃないかっていう、そのなんていうんですかね、コネクションを、まあ、想像力も言うこともできるし、
コネクションを、なんていうんですか、見つけることができ、例えばその、もし中東で、なんかこう、見つけたこととか学んだことが、をそういうその日本だとどうなんだろうとか、他の部分だとどうなんだろうっていうことを結べないと、もう中東での学びは中東に収まっちゃいますし、女性ジェンダーの課題でについて学んだことでもジェンダーの領域に収まっちゃうと思うんですけど、やっぱりよくよく見てみると、あ、これって実はジェンダーの課題じゃなくて経済格差の課題問題だよねとか、これって教育の問題だから中東とか日本とか関係ないよねとか、いろんな他にコネクションを見つけて結びつけることができると思うんですよ。だから、で、やっぱりその、この想像力って、私の中では、連帯の源泉っていうか、元になると思っていて、つまり今、私が日本の社会で女性として、若手として感じることとか、まあ、苦しいなとか、やりにくいなとか、あるいは、ああ、便利だなって思うことっていうのは、他の社会に生きてる女性とか、他の会社にいる女性とか、あとは私の後に続いてくる若い女性もそうなんじゃないかなっていうふうにつなげることが、で、やっぱりその、なんていうんですかね、個人的な課題を社会全体の課題にこうつなげるその想像力がないと、やっぱり社会課題を考えるとか、連帯を持つって難しいと思うんですよね。だから、そうですね、ちょっとまあ、話がぐるぐるしちゃってるかもしれないですけど、やっぱりこう偶然得た学びにこう意味を見つけて、意味を見つけた上で他のシチュエーションに置き換えられるか考えることっていうのは、なんかその多くの人が直面するかもしれない共通の課題っていうのをこう明らかにして、やっぱりそこまで行って初めてアクションとか解決策っていうところになると思うんで、なんか結構そういう何事も私はなんか、新しい環境に入るときとか、新しい国に旅行に行くときっていうのは、もちろん偶然の出会いとか、偶然の学びをすごい楽しみにしつつも、じゃあそこから先っていうことを、なんか結構考えているかなって思います。ありがとうございます。いやー、なんかとっても、学びになるというか、そうですね。今なんかこう自分のことと、本当社会のことをどうこう接続していいのかっていう、なんかそこがなかなか難しかったりもするなと思うんですけど、なんか今みたいなこう考え方だと気軽にというかね、なんか自分も楽しみつつも、でもその先ちょっとっていう、なんか、一歩が踏み出せそうな感じがしました。はい、ありがとうございます。ではちょっとまだまだお話聞いていきたいところですけれども、お時間になりましたので、今日はここで終了したいと思います。はい。はい。では、中尾さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。